ビーチクラフトバロンビーチクラフトバロンはビーチエアクラフト社が開発した総発レシプロ系飛行機モデル95トラベルエアの発展型として開発された機体で試作型であるモデル95から55の初飛行は1960年2月29日トラベルエアとの大きな違いはエンジンを強化した点と交代格付きの垂直尾翼を装備した点であるバロンは 双発系飛行機として最も成功したものの一つであり、各国の軍隊や航空会社などでも練習機や連絡機として使用されている。高速で丈夫な作りと信頼性に富んだ設計は、現在でも評価が高く、半世紀以上にわたって生産が続けられている。バロン B55 ビーチクラフトは1967年にビーチクラフトデュークの開発を始めた。 デュークは、セスナ320スカイナイトと競合することになり、デュークのエンジン、ライカミングティ -541E1A4 を使用することになり、経験を積みたかった。そこで、C55 バロンに取り付けられ 56TC ターボ、バロンとなった。初期のキングウェアに匹敵する最速の巡航速度を持つ、ビーチクラフト機だったが、エンジンの馬力が大きくなったのと同時に、 騒音もかなり大きなものとなった。バロン 58TC アメリカ陸軍の T-42 エコーチーズ。ありがとうございます。